マリーアメリー王妃、エルさんが、1830年、マリーアメリーテレーズドブルボンシチレは、フランス王、ルイ・フィリップの王妃。イタリア語名は、マリーアマリアデボルボイ・コールドエ・シチリエ。初代両シチリア王フェルディナント1世の娘。スペイン王カルロス3世、神聖ローマ皇帝フランツ1世とマリア・テレジアの孫。ベルギー王妃、ルイーズ・マリーの母、ベルギー王レオポルド二世と、 メキシコ国王シャルロットの兄弟、ビュルテンベルクケッソ、フィリップ、ブルガリア王、フェルディナント、スペイン王妃、マリー・ド・グラースの祖母、マリー・アントワーネットは母方のおばにあたる。後の両シチリア王フェルディナント一世と王妃マリア・カロリーナの娘として、カンパニアのカゼルタで生まれた。マリー・アメリーは、家族からラ・サンタと呼ばれ、信仰厚く尊敬される人間となるよう教育された。 1798年にナポリで反乱が起こり、王家はパレルモへ逃れた。さらに1800年から1802年の間、マリーは母とオーストリア宮廷で過ごした。1806年に再び王家はシチリアの君主に帰り咲き、一家はパレルモへ戻った。亡命していたフランスのオルレアン公、ルイ・フィリップと出会ったのはその時で、 二人は1809年11月にパレルモで結婚した。1814年にオルレアン皇夫妻はフランスへ帰り、パレロワイヤルに落ち着いたが、ナポレオン・ボナパルトの100日天下で、再び亡命を余儀なくされた。マリー・アメリーは4人の子供たちとイギリスへ逃れ、ロンドンのオルレアンハウスで2年間過ごした。1817年にフランスへ戻り、 1828年までヌイーで暮らしたが、この時期が彼女の人生で最も幸福なものだったと言える。マリー・アメリーは自由思想の持ち主である夫と違って、極端な絶対王政主義者で、伝統が夫に曲げられてしまうのではと疑っていた。彼女は政治に介入しなかったわけではなかったが、おおむね、子供たちの教育と世話に夢中になっていた。 1830年の7月革命の結果、オルレアン公が王位につき、マリー・アメリーはフランス王妃となった。1848年の2月革命により、王家は再びイギリスへ亡命した。マリー・アメリーはサリーのクレアモントに今日構え、事前活動と経験な行いで残りの人生を過ごした。ありがとうございます。